ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧のあなたありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会長谷川隆です。本日は後期2680年令和2年2月1日土曜日です。後期2680年、この後期という元号は日本の初代天皇神武天皇が即位された年を元年としております。ここは東京新宿駅南口です。目の前の甲州街道を挟んで目の前にバスターミナルバスター新宿があります。ただいま午後6時少し回ったところです。気温は10度です。こんばんは。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口で街頭で訴え続けております。長谷川隆です。政治団体君の会長谷川隆です。こんばんは。皆さん、あなたもここで街頭でスピーチしませんか。社会や政治に疑問や意見を投げかけてはいかがでしょうか。自由にね。ただしここでお断りしているのは皇室批判と日本政府転覆、この2つだけはお断りしております。その他は自由に社会や政治に疑問や意見を投げかけてはいかがでしょうか。今日テレビ新聞報道機関、マスコミの露骨な偏向報道、印象操作、異なった意見がある場合は両論併記が原則にもかかわらず、あえて日本を貶める、反日に偏った、こんばんは、反日に偏った、なぜかね、反日に偏った報道が繰り返されているのが現状です。この報道に日本の危機を感じ、ここ東京新宿駅南口で街頭で言論の自由と報道の公正を訴え続けております。皆さんもね、ぜひご参加ください。ありがとうございます。